おはようございます。おはなんかあれやな。ようございます。遅刻せえへんな、最近。面白くないな、あいちゃんな。何ですか？ 何ですか？遅刻していいんですか？あ、で、あれ、遅刻しますけど。遅刻していいんだったら、僕、8時とか9時まで行っていられる自信あるんですけど。いや、今日も頑張って、寝坊しちゃいけないなと思って、この椅子の上で寝ましたけど、ちゃんとこれ、どうでしょうか。昨日3時ぐらいまで結局仕事してて、いろいろ調べ物してたりとかいろいろやってたら3時ぐらいまでになっちゃいまして、やべえやべえ。そんなにいろいろやることあんの？いや、やることというか、研究しながら自分の仕事もしながら、そうやなんんかな。資料を作ったりとか、しながら、まあ、まあ、セミナー。やろうと思ったらキリがないぐらいあるわな、やる気になれば。そう。だから結局ほら、研究ばっかりしてるから、やっまあ、ぱりそれも、研究やな、ほとんどな。研究、だから趣味と、仕事が一貫しちゃってるから、要は釣りと同じの状況を、釣りやってる。夜にやる方が、な、外野がうるさくないしな。そう。昼間は雑用が多いからな、どうせ雑も。用が多いから、そう。まあ、雑用って言ってもそこまで大きな会社じゃないからっていうのもあるんですけど。いろいろあるやん。なんかほら、な、まあまあ、奥さんが何かしてくれとかな。子子供が供いのるか迎ら。え行ってくれとかな。で、あと、なんか変な営業電話がかかってくるとかな。夜やったら絶対かかってけへんからな、変な電話。夜の方が集中はできるからなーって感じだ。釣りの仕事の時なんか俺結構夜やったからな、やっぱり。っていうかもう24時間雇ったな、俺釣りの時は。やっぱりそういうもんでしょ。面白いや。起きたら寝たらそのままぐーって寝て、また朝起きて、で、また昼、だからなんか昼寝しながらやってる気が増えますからね。なんか間にね。なんかそんな感じでやってる気がする。なんか。なんか最近あれか、なんか医者のなんかやってんのか、医者のなんかっていうのは？なんかやっとったやん。医者の、ズームで医者、お医者さんと話しとってん。何や。最近じゃなくて昔ね、がんの押川先生でしょ、それ多分。押川翔太郎先生と、がん治療の先生とはやってましたけど、それは、そもそも昔というか、僕が動画の制作をや、えっとの、独立をしてた時に、先生の YouTube のチャンネルを運営してて、手伝ってて、ほんで、今回僕が新しいこととか、自分のやりたいことを明確化したから、それで対談したいって言ったらいいよって言われてやってる。これぐらいですよ。そんなに。今日は2024年の去年、9月の、9月9日。9日です9ね。月9、9、99、です9ですな。ね。9ですね。令和6年9月9日月曜日の朝7時でございます。そうですね。朝7時でございますね。出勤中の人、今日も何人かすれ違ったけど、出勤しますみたいな。暗そうな顔してんな、やっぱ。いや、だから毎回言ってるよね、まっちゃん、その辛そうな顔なんしであてるんのっな暗て。そうな顔してんのかしな、ょう思って。がないですよ。なしょうんかがなもいですよ。だって、もうだから、暗そうというか、なんだよ。いや、そうななんだ顔しよ。てるっていうか、だから、怒っしてるっていうか、なんて言ったょうらいいのかな。がないよ。だって、そういう宿命なんだもん。なんでそんなもん宿命にすんねんみたいな。だって、それがもう、だから、あの人たちにとってはそれは宿命なんだからしょうがないよ。そう、宿命なのかな、それ。よくわかんないけど。だから宿命じゃなければ、宿命だよ。どうなんやろうな。どうなんだろうなーって、宿命は宿命でしなんか、ょ。なんとも言えんもんを感じますけど、まあ、ええわ。あ、そうなの？今日はニュースないぞ。あんまり。あんまりない。なの？まあ、トランプもあんまり面白いこと言ってるのはトランプよりまあ、大統領選ですわな、アメリカな、もうちょっとで。あの人好きは。そんなにそんなになの？まあ、あマとジ2で言っヶてる月の？か。あと2ヶ月でアメリカ大統領選挙。ハリスの方が面白いと言ってることは。なんか、もうなんか、なんちゅうてんかな。もらいこじきちゃう、なんちゅうてんかな。なんていうかな、私にも仕事ください、パク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 、みたいな。いや、まあ、カマラ・ハリスそれな。はなんか見てて、なんかがっかりするまあ、からやめましょうぜ。もうなんか、恥もクソもないみたいな感じ。そっちね、そういうことね。もう負ける、完全にトランプに負けるの分かってんねんけども、まあ、とりあえずやっとこうみたいな、そういうオいチですや、か。そうでもない、なんとかしたいっていうのが見えるよ。
だから、古事記みたいな感じ。私に何とか言ってくださいみああ。たいいや、なんか、それで票入ったら、いいもんだけど、絶対入んねえだろ、そんなもんじゃな。ああ、って感じよ。なだからな。あ。で、まあ、これ、なあ。株もね、うん。まあ、アメリカなんですけど、ダウも、まあ、S&P500 もそうやねん、ナスダックもそうやけどな。で、やっぱりね、大統領選挙までは株維持させたいんですよ、株価は。なるほどね。これはハリスっていうか民主党からしたら株価暴落するとやっぱり完全にトランプ圧勝ってなってまうからな。何が何でも維持さすっていうことでもうまだ金ばらまき続けてんのよな。なるほどただまあね。雇用統計も嘘もばれて雇用統計もひどいことになってきてるし、ね、インテルもあんなことになってる。で、実際株か個別で見ていくと、NVIDIA か、あれなんかも結局30%ぐらい高値から下げてるんですよ、35%な。だから個別で見ていくと結構もうマーケットは気づいてて、そっちの方へ動いていってる。要は利下げですわな、FRP のな。FRB の利下げ。これを織り込んだ株価になって、形勢になっていってるから、ただなんとかして、その指数を上げておきたいっていうので、金ばらまいてると。なんちゅうんかな。もう狂ってる。もう狂ってる世界。何を持っての狂ってんなもう何もかも狂ってる。だなから、るほどね。そう、システムそのものももう機能してない。で、その政治はそれとともにもう腐敗構造丸見えになってもう狂ってる状態。もう自分、我が身をなんとか守るみたいなな。なるほど日本ね。のほら、総裁選ってやってるでしょ？あれも狂ってるぞ、もう見てたら。もうまあ、昔からそうやねんけど、顕著に見えるのが、もう誰が国民が誰が見てもそういう感じで思ってると思うんやけど、もうな仲間内でなんかやってる感じあれ。お仲間、なんちゅうかな、友達同士でなんかやってますみたいな。ああ、そういえば、全然ね、そのね、国なんだ民のろ民意なんてゼロよ。だってあう。うん。れ、今度、小泉とか河野太郎とかやからな、あれ。あてれ、かさ、思といういっきか、りアメリカ寄りやろみたいな。民い主や、党なんみたかいすな。ごいさ、なんだろう、これさ、ちょっとまっちゃんに意見聞きてんだけどさ、今まあ、の河野が。太郎でも、河野太郎でおもろいけどな。な、あんだけ悪魔みたいなやつが出てくるの、また面白いで。はい、何ちょっでしょう。と、これ、ちょっと見せたいんですよ。これを意見聞きたいんで、ちょっと画面共有するんですけど、これどう思います？なんかね、米の話前してたじゃないですか。米さあでのす。輸出量過去最高。逆にね、なんか、この2029年の9月3日のニュースの記事なんですけど、これ、動画流せますけど、広告入っちゃってる。これですね。これ流しますけど。国内で米の品薄状態が続く中、海外への米の輸出量が過去最高となりました。農林水産省が今日発表した今年の1月から7月の米の輸出量は、前の年の同じ時期と比べて23%増加し、2万4469トンと過去最高となりました。一方で農水省は、事前に輸出用の米と国内消費用の米を分けて計画しているため、輸出用の米を国内向けに転用することは考えていないとしています。これもアホっぽい話だなと思うんですけど、どう思います？どうもこうも。なんやそれみたいそうそう、だから、何やこれみたいな、よく。な。何をやってんのかなこれ。俺もわかんないっす。正直、こういうの僕にとってはくだらない、すげえ話で、それまあ、で、煽ってんのちゃうか。そうそう、煽ってるやだけやんっていうぐらい、なんか、いやー、ただね、アホちゃうかって俺は思うようになってきたんですけどね、それ見てね。現実的に米農家さんってやっぱりやめていってるんですよ。まあ、減反政策から始まって、まあ、あと、ね、国が、減反分は補填するぞっていうことで、やってきたけど、まあ、それにしても合わないんですよ。なんていうかな、お米の耕作っていう、水田っていう、稲作はな、稲作ってそもそも合わないんですよ。安すぎて、米の値段そのものがな。なるほどね。で、
なんていうかな、その自分たちで値段決めれないっていう業界なんですよ、あれ。まあ、あれは国でね、では規制農が、協、農協ですわ農な。協の協会がね、そうだそうね。そうそうそう、価格を決めるっていうような国になってしもてるから、なかなか特に、まあ、稲作も特にその自然農法なんかでやろうと思うと、ますますコスト合わない。だから、直販っていうかな。自分たちでその流通できるような仕組みを持ってればまあ違うんやろうけど、それもなかなか現実難しいんですよ。だからね、今後なんです。まあこれね、輸出用の米っていうのは確かにあるんです。でね、要は、日本ですわな。日本の稲作、日本の農家さんが稲作やってんのに、日本で作った米やのに、日本が外国に買い負けてるみたいな話。外国の方がタコ売れるよねみたいな。そんな感じになってんのよ、これ。おかしい話だよね、なんかね。まあ、おかしなことやってるわけですよ。まあ、何にしても。でね、今後なんですけどね。多分な、お米っていうのはもう稲作に関しては、農家さんと我々消費者が、やっぱ直接ね、年間契約っていうかな。定期的に送ってもらうっていうふうな形になっていくと思うんですよ。もうそれが一番ええと思うんです。これが一番早いよね。農家さんにとってもええし、消費者にとってもそれが一番いいんですよ。もう定期的に必ずね、送ってきて、特に重いもんじゃないですか、ね、運ぶの大変なんです、バイって買ってくるっていうよりもな。だから、やっぱね、農家さんを安定する、農家さんの収入を安定させようと思うと、みんながやっぱ定期的に1年に1ヶ月に1回お米送ってもらうと。で、まあ、うちでは、これぐらいのユーザーっていうかな、消費者さん抱えてますんで、もう安定してますみたいなな。こっちの方が絶対いいよね。それで、値段も高くしてな。今の倍ぐらいでええと思うんですよ、ちょうど。米の単価なんていうのはな。それって言ったら、そこにはやっぱり市場原理が入ってくるっていうのは、やっぱりいいお米。美味しいお米っていうかな。まあ、そうよ美味しいというより、ね。で、消費者の顔が見える、生産者の顔が見えるっていうことやと思うんですよ。そうよな。そうだよね。そうだよで、ね。生産者も消費者の顔が見える。ああ、一石二鳥だよね。そうそうだよね。いう形になっていかざるを得んと思いますわ。まあ、これも二極化。そうね。そこは本当にすごく感じますわ。そういう農家さんと、消費者がきっちりコミットしてるところの流通と、まあ、まだ、いまだにまだ安い方がいいとか言って、やってるところと、二そう極化ね。みだたいから結局そこの辺の部分が多分超重要になってくるんだろうなって僕も思いますよ。な。だから食の安全を確保しようと思うと、やっぱね、生産者と消費者、両方お互い顔が見えて、信頼関係でつながると。こうね、つながっていくと、まあとそういう形ね。が日本では一番いいと思いますよ。おっしゃる通りですね。やっぱりそこがやっぱり重要な要素な気がします、僕も。食べ物の安全っていうかな。その安全基地と考えればね、そうだよおね。互い信頼関係っていうかな。そうね。だから海産物に関しても、一時そのアサリが偽装とか、ウナギが偽装とかなんかあったやろ、一時な。ございましたね。ああいうのと一緒で、やっぱ海産物の世界も、だからその巨大マーケットっていうかな、巨大な流通に乗せてやるところはやってんねやろうけどな、まだ。そうじゃないところも出てくるんちゃうかな、お互いのそう顔が見ね。えるそれは形。すごくそうですよね。だから、結局、米農家の、なんだろうな、市場価値というか、もうちょっと価値を上げてあげないといけないのと、やっぱり、まっちゃんがよく言ってる、海外というか、海外に、よりかは、要は、やっぱり日本の方は日本の方で守っていかないとダメだよなって、やっぱりみんな海外に向きすぎになってんだよね、日本国内がね。特に政治家が今のね。だから変なわけのわからんニュースで一番おかしいな点はな。な。要はね、食べ物、食とエネルギーっていうのはこれもう民衆というか国というか、もうその基本中の基ですからな。そうだ根ね、幹ですからな。そうだね、でね、こういう食べ物とかエネルギーっていうのは普通はな、余ったものを外に出すっていう話なんですよ。本来。これ輸出優先にしてんのやろ。輸出は輸出の分ですみたいな。勝手にこいつら。そうだね、アホかみたいな話。まあ、アホかっていうのはわかんない、まあ、本当アホっぽい話なんだけど、まあ、ね、そうね、ちょっと信じられない話ですよね、本当にね。だから、何でもかんでもそうやねんけどな。
顔の見えない第三者が流通の間に入ってくるとおかしなことになるんですよ、農そう業ってそうなってないや。そう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 、結局なんか利権とかそんなどうでもいいところではびこそうるで、からこうなんそういだう間よ。に入ってくると、そこに利権が出来上がってしまうからな。そうそうそう、利権だから結局米の問題は利権の問題が大きすぎるよねってはだ思う。から農薬もそうでしょ？あの肥料もそうでしょ？あ、利権ですからな。利権だからさ、そう、全部そう、どうでもいいところにどうでもいいおっちゃん連中みたいなわけわかんねえ連中が出てるからめんどくせえんだだよ、からこほんれは生産者だけの問題じゃなくて、やっぱね、消費者が変わらんと、まあ、知そう、識そう、が。まあ、そうね。消費者がもうシステムの上で踊らされちゃってる部分があるから、それだは当たから、り。安けりゃええとかな、キュウリやったきれいな形してたらええとかな、もうな、そういう、やっぱ消費者がしっかり考えんと、本当にね。まあ、本当はね、だってさ、野菜なんて別に、形がどうであれ、美味しければなんだっていいんだもん。基本的に消費行動っていうのはな、何でもそうやねんけど、基本的に消費行動っていうのは、その生産者とか、そのサービスを提供する応援するっていうことですからな。そうね、だから応援され、応援するって方だけど、消費者がわがままになればなるほど、そこの辺の利権が激しくはなるわな。だから、やっぱね、ものの考え方が間違ってるんですよ、そもそも。ものの考え方が、そっか。これからはでも俺が言ってるような形になるぞ、多分。徐々に徐々にな。もうすでにそういう人多い。うちもあれやからな、米農家さんから直接送ってもらうかな。野菜なんかあそこ、山梨の北斗の辺、この辺の農家さんが、まあなんか土ついたまんまのやつ送ってきやがる。うちの、まあそれがええんやけどな。新聞紙にも載るほどのやつ。まあそれがええんやけどな。なんか、やっぱりなんだろう、自然を大事にしてる方がいいよねっていうのはわかるよ。だから、こちらサイドとしては応援っていう感じですから。まあね、そうだ農ね、家さんありがとうございますと。い応う援だよ形で、ね。みんながそうなっていけば、みんな良くなるんじゃない？農家さんも応援するよね、そっちの方が。そうだね。応援の方が絶対良くなるよねってね。プラスアルファね。そう。だから、当然美味しかった時には、お手紙書かせてもらうしな。だから嬉しいわけですよ、農家さんもな、やっぱりやっな。ぱり農家は、いや、農家が一番嬉しいっしょ、それは。で、農家以上に俺がいつも言ってる自然の話じゃないけど、野菜も喜んでるんですよ、そっちの方が。ね、そうだよね。変なスーパーでラップかけられてな。なんか消毒剤ばーかけられて。ほんで、ラップされてな。そんなんよりお野菜も土ついたまんま、そう新聞ね。にくるまったやつで届いてきてな。で、その消費者が喜んでな。いやー、こんな素晴らしいお野菜と思いながら食べてもらうそうんだで、野菜も喜んでね。るよ、そっちの方が。そっちの方が喜ぶだろうね。そういう話ですわ。だから根本的に間違ってるんですよ、やっぱ。そうね。だから、野菜の方、話はその通りだと思いますよ。もっとも。だから、今日はちょっと地球のニュース的なもん省くけどな。今、商店街的なもんが廃れてるやろ、どこも。いろんなそとれはころ。昔からそうでしょう。でもね、ある意味これもそういうことなんですよ。誰が作ったか、誰が経営してるのかわからないようなイオンとかな、あんな大規模なとこな、ウォルマートちゃうは何やったっけ、イオンとかなんかあるやろ、でっかいやつ。ね、ああいうところ全部吸い取られたわけですよな。でもこれからは逆回転始めるんです、それが。そうね。要は俺がいつも言ってるコミュニティみたいなもんですな。そう知ね。ってる人同士、気の合う人同士、その中で消費活動が回ると。ぐるぐるね。こうどうせね。だったら知ってる人の方が信ね。頼できるよねとぐるぐるこうやっかな。てぐーたまらんもんで、ね。そうね。どうせだったらその人に支払ってあげたいとか、そういう形に変わっていきますよ。だ結局なんか、やっぱり応援者とか応援する存在って、お互い応援し合えるのが一番いいんだろうな、とはお思いま互すいよ。応援し、助け合うと。そう、やっぱりそれが本来の根本的なところなんだけど、これね、これ商店街ですから、形としては。そうね、そうね。だから、なんか、なんだろうな、なんか、昔はさ、やっぱり全部に対してさ、お互い応援し合ってる世の中だったのにさ、それがなんか、すごく一方的な消費者と、その顧客というか、お客さんと提供者と消費者って、なんか分けたイメージになっちゃってるから、おかしくなってんだよね、多分ね。全部だから、なんであの商店街がああいう感じだったけど、すごくいいかっていうのは、そういうところがあって、もうそれが根本的になってるけど、また戻るよねっていうのは、そう事実そうあでるよす。ね。だから、魚屋おったでしょ？八百屋おったでしょ？
で、肉屋おったでしょ。で、豆腐屋っていうのがおったでしょ。ああ、ありましで、た牛乳ね。屋っていうのがおったでし俺ょ。がガキの頃やったわ。あったあっでしたあっょ。た。であね、ったあったあった。魚屋はな、魚屋は豆腐、そこの豆腐屋で豆腐買うわけですよ。で、豆腐屋は、そのコミュニティというか商店街の中の肉屋で肉買うわけですわ。で、肉屋は、魚屋で魚買うわけですよ。そうね。これが、なんちゅうんかな、一番自然な形ですよ、本来。他の領域を荒らさないっていうかな。まあ、そうね。お互いの島を要は大事にするっそう。ていで、う。肉屋がな、魚売り出したら喧嘩になるやろ。魚屋と。だからそんなことはしないわけよ。そうでしょ？地域密着みたいなもんだからね、ほんとね。まあ、これが商店街的な形やねんけど、これがもうちょっと進化してネットがあるから、今。そういう気の合う人たちっていうかな、ものの分かってそうだる人たちのね。中で経済が回ると。だからそういう仕組みに変わりますよ。本当に、だから、それが、まあ日本だけじゃなくて世界とね、全部つながってやっていくから、別に日本と国内だけじゃなくて、世界にいる日本人同士がつながってやっていくような文化になるから、それはそれで楽しいわな、と思うよね。だからあくまで我々がこれからやっていくことっていうのは、その大規模でな、大量に何かを生産して大量に捌くっていうような仕事はもうダメなんですよ。まあね、だから要は時代の変化、時代の動きがもう変わりつつあるのは、みんなは、それなりに、もう、やってる人では全員そうなりますよね。より良いものとかな、より良いそうサービね。スとかな、それはより良いサービス、より良い商品もな、もっと自然の原理にかなった形で提供していく。もっと自然な感じ、ナチュラルな感じですよ。それを、金額はいくらであれ、そこで提そう供していね。くっていうそ感れじ。はみんな目指し始めてますよね。本当にね。だから、要は、だから大きな組織はもう勝てないんですよ、そうなると。そう入ね。ってきようがないんですよ、それ。もう。そういうところには。そうですね。そ入っもてそこもない。大量に売れるようなもんじゃないから、どれもこれもっていう世界に変わりますそうよ。ね。そうね。もう選ばれる時代だからね。そうね。そうだね。から、選ぶ時代だからな。そうだね。商品もサービスも、まあ、あと人間個人な。百花繚乱みたいな感じ。百花繚乱の花が咲いてますみたいな感じ。わかりますよ。言ってることわかりますよ。だからそんな感じですよ。大きいところに全部が吸収されるっていう感じじゃないですよ、もそれは、だから、ここが選べる時代だからね、そこう。はだからね。逆に言うと、お客売り手も買い手も、要は売る方も消費者も、そういう大きいところに吸収、ヒューッと吸収されて、安けりゃええとかいう商売の基本でお互いおるとな、淘汰されますわ。お客も、どっちも。もうそういう感覚を持ってる人では無理ですよ。だから時代の世の中が変わってきてるのは事実だからね、本当にね。そうでしょ？だだってそう。から実際問題、そのもう大量に食料買ってな、食べ残し捨てるような時代じゃないんでね。だから、どれだけ無駄をやってきた我々らがいるかだよね。そうです。だから、どれだけ無駄をしてきた、無駄なことの行動原理をしてきてるっていうのはあるんだよね、正あ直とだね。から調味料なんか一枚えれいですわな、化学調味料。あんなもんなかったも本当は美味しいんですみたいな世界には変わっていくと思うと、徐々に。全部作られてる部分があるから、作られてる部分はありますけどね。できるだけ人工的なものを省いていかんとちょっと難しくなるでしょうね、これ。なんか今日は全然違う話やったけど、今日テーマ、俺テーマないんだっけ、今日。って俺が言ったよ。忘れてますよね。大体毎回同じ話やからな、俺の場合。でも、今日なんか長い文章で僕に送られてきましたよ。忘れてた言うの。何？今日も挨拶せんとみんなに。物好きの皆さん、こんにちは。これやっとかんとあかんねん、必ず。物好きのみんな、こんにちはって、確かに物好きの人はこんにちはだけど、ちゃんと100人は見てるのはすげえなと思いますよ。必ず同じ人やろ、これ。ほ必とんど。ず100人は見てますから、面白くないか、同じ人ばっかり。必ず同じ100人の人は見てるんですけど、この価格にね、今回のわっちゃんのところで言ってるのは、言い訳が自分の可能性を潰している、大いみんななやろ、るこれ。は心の事実、これしか生き残る道はないと。これしかですよ。だから、
言い訳が自分の可能性を潰しているだそうですよ。こはい。れ、どうですか、これ。これ、言い訳が。まあ、確かに、言い訳する人多いよな。確かに、まあ。できないっていうか、これあの、あれよ。すごく感リじ、ミッター解除しないと。いや、まあ、一番思うのは、言い訳というか、やってもいないのに、やってもいないのにですよ。なのにぐだぐだ言ってる奴らは多すぎだよねっていうのは本あ音れだなんよ。であれ。あれは、完全に自分自身自信がないのと、あと、失敗するのを恐れてるんですよ、みあんの、あれな。よ、SNS で変なコメ、アンチみたいなやつ、あれよ、あれ、ああいうやつ。あれもそうなんですけど、頭でっかち。いや、頭でっかちっていうか、自分の手を動かさない、みんな鏡の法則で、知ってるくせに、結局、鏡の法則は分かってんだけど、要は、自分が、なんだ、違いますよってアピールしたがるんだよね。要は、結局さ、本当にできてる人たちって、自分から言わないから、正直。これだけど、言い訳か。言い訳か。言い訳だから、自分でできる人たちって自分で言い訳言わないから、まずやってみるから、全員。そうじゃないですか、まっちゃんだってそうじゃないですか。だって、結局まっちゃんも、文句あるんだったら自分でやってみて、物語るじゃないですか、結局のところって。でしょ？僕もそうだから、結局のところ、この書いてある言い訳が自分の可能性を潰してるんじゃなくて、結局やりたくないから、自分言ってるだけでも、ただ、まあ、意味がない雑魚だよねって思っちゃうけどね、僕から見るとね。まあな、要は言い訳っていうのは言葉に出す言い訳もそうやしな。で、心の中で自分に言い訳してるってやつな。私には無理ですとかな。あとは、何て言うか、これ以上やりたくないとかな。しんどいことしたくないとかな。辛いことしたくないとか。リスク嫌とかな。なんかわけのわからん言い訳でいっぱいあるやんか。いや、言い訳してたら前に進めないじゃん。それはあんたどうすんのみたいな。だから、いや、でもね、これね、逆を言うと、みんな大好きな成功者とか富裕層とか、俺は好きな富裕層って言葉あるけど、そのね、自分が好きな言葉、自分がやりたい言葉を遠ざけてるよね、それがね。そう、一生懸そ命う、な。一生懸命なんか、みんなが求めてる、やりたいと言ってる、思ってる感情理論を、その言い訳って言葉で逃げてる気がするよ、すごく僕は。そこはすごく感じますね。なんか、これも前回と同じ檻から出るっていう話ですから、これ。結そうそう、だから局。結檻局、の中におるってことやから、檻言いの訳。中に住んじゃってる状態だから、これ石のように、お地蔵さんは、のように檻から出るかみたいな。そう、だから言い訳が自分の可能性を潰してるのは、だから結局僕も昔そうだったんですけど、自分が変わるのが怖いんですよ。で、変わるのが怖い、変わるのが怖いから言い訳して逃げてる。でも逃げてる自分がかっこいいと思ってる自分もいるって思ってるんですよ、多分。多分、逃げてることに美学を感じてしまうんですよ、人間って、要は、ある程度言っちゃうと。あの、だから、もう一個そこ言うとな、まあこれもよく言う、俺がよく言う話だけどな、変わらんもんなんてないんですよ。なのにまあ自分はね。変わりたくないと思ってるいんですや、そよ。うなんだけ ど、そそれっんてなおかしい。だから、そうだ原理にね。逆らうな、みたいな。だから、それって結局依存でしょ？よく言う、まっちゃんが言う、社会の仕組みに依存しちゃって、そこから抜き出したくないっていうか、ぬくぬくしてるところから抜けたくない、布団の中にいる状態でしょ？だか要らは。ね、変わりたくな、ない、変わり、変わら、変わろうとしないから、毎日が爽やかじゃなくなっていくんですよ。そう要はね、本ね。来変わるって当たり前と思ってると、諸行無常やって分かってたらな、朝起きた時にやっぱまた違う人間になってるって自分で言う感覚になるんですよ。そうね。だから、本当。だから要昨日は、と今日の俺は違うってなんのよ。なんだろう、人間って不思議で、成長すると成長するだけ、いろんな周りの人からの、相手が変わってくるっていうのは事実あるとは思っていて、要は付き合う相手が180度変わるのは事実だと思うんですけど、それをなんか、変わることによってのマイナスだって思う人は、ほとんど残念なんですけど、うまくいってない人はほとんどそういう思考かなとは思いますね。まずは、変わるってことをしないといけないんだけど、
変わるってことができない人は多すぎるよねっていうのは違うんです僕、よ、あいちゃん。違うんですよ。違うの？変わるよ、自分変えようとか、自分を変わろうとかいうやつあるやろよ、いろんな情報商材で。あるね、あなたは変わか、新しくならないといけませんとか、ああ、新しくなる。そうあいるうやのろ。がある違ね。うんやって。違うんやって。も間違ってんの、それ。商業おお。無常やから、変わらんものなどないん。ああ、まあ、自然的に変わるよねって話よね。いや、変わってんのに、自分は変わってないと思い込んでる、思い込み。まあ、それは、そういうこ不と思議なね。生き物なんですよ、だから。ああ、でもそれってなんでそうなるのかな？いや、だからそれは、あれですよ。安定とか安心とか、要は、波風立てたくないとかな、台風来てほしくないとか、地震来てほしくないとか、似たような話ですよ。わかる？なんとなくですけど、ちょっと腑に落ちないけどな、そこはな。いや、違うやん。だから、変わらんものなどないんですよ。この世には。ああ、まあね、宇宙だには。から結局なんだろうな。確かに、言ってることにその通りで、人間の根本的に絶対みんな毎日過ごしてるわけだから変わってるわけなんだけど、その変わってるってことを意識してないって、意識レベルで感じてられてないってことでしょ。そでしょ？う。だそうですよ、から、これ。だよね、結局、人間って本来はもうすでにもう今現状24時間変わってるは1ず秒な1の秒に、変わっていってま変すよ。わってるはずなのに、その変わってるってことを自分を客観して見れなく、変わってることを知らないってことでしょ？そういうことだよそう。ね。ああ、オッケーオッケー、理解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 理そんな変なことありえるか？解。ない、ありえるんだけど、ただ、まあ確かにその状況だって言われると確かにそうだよなってのは思ったのは、結局のところ人間って、なんだろうな、すごい未来のことしか見ないんですよ。意外と、ほとんどの人って。例えば、自分が手に入れられない先のことを見ちゃってるから、その姿を見ると、自分は全然変わってないなって思うんだけど、本当にちょっとした先を見ると、あ、自分変わったやんってなるから、そこだよね、多分ね。そういうことだよね。だって細胞もこれあれやぞ。一日に何億個という細胞が入れ替わってるんでしとょ、いうこれ。か、俺思うんですよ。人間って一人じゃ絶対生きていけないじゃないですか。だって、どんなに引きこもりだ。それも思い込みよ。いや、ちょっと待ってくださいよ。そうなんだけど、確かにそれも思い込みなんだけど、いや、現実論を言うと、例えば今、無人島行って、要は一人で暮らせって言っても、まあ、現実論的にはちょっと苦しいじゃないですか、正直言っちゃういや、と。全然厳しくないぞ、俺。俺は全く。まあ、そう、まずは雨水を貯めるための何かを一生懸命作るわ、俺。まずは最優先で。まずは水を確保せな。俺は何とも思えんな、それ。嬉しいわ。そうね。そこは、間違ってない。もう笑っちゃうわ。だから、こういう面で俺に何言っても無駄やな、多分な、もう。無駄なんだよな。無駄なんだよね。無駄だし、そこは議論のところじゃないけど、めんどくさいからやめようと思っちゃうんだよね。そうやな。あなたはもう、あれやな。あなたはもう帰ってくださいみたいな感じやな。いや、話になり帰っませんてくから。ださいっていうか、いや、まあ、一つそれも方法論ですよねって僕は思っちゃうから、まあだからそうな。ね、どうにかなるんすよ。だから、結局、でもどうにかはなるのは、でも確かに冷静だとそうなんだよ。別に一人で生きていけるんだよ。だって、無人島で行っもたっな。て、要最悪ってみんな言うやろ？最悪最悪ってな。死ぬだけよ。それ以上の最悪はないよ。まあ、死ぬのは別にね、だから、あ、そう、やっぱりさ、みんな死ぬのが怖いんだよ。で、死ぬの怖なかったらどうなんの？いや、無敵じゃん。だから、結局人間って僕思うんですけど、最終ゴールってやっぱり死だから、面白い。死がみん今な、日は面白いな。だから死が怖がってるんですよ。面白いろ。多分そこだよ。そこしかななんでい怖よ。がるのかみたいな。わかんないんだけど怖がるんだよ。で、そのああ。理屈をね、分析しても、それは答え出ないと思うよ。だって、人間っていうのは、死というのは、必ずついてるから、それを凌駕した人が強いんだよ。だから、一回死を経験してる人が強いのはそういうことだよ。
それだけじゃないと思うぞ。理解、そのさっき言ったな、日々日々毎日変わっていくっていうことを真剣に理解してればな、分かってればな、そんなに怖くなくなるぞ、本当。冗談抜きで。あ、歳が？うん、そう。あ全く。それは当たり前やと捉えてしまうから。まあそこは勉強でしょうね。死ぬことがありえないと思ってる感覚じゃそなくこなるんですよ。は人間学の心の根本的な人間について、人間学、当たり前であって、早いか遅いかだけ。それは多分、どれだけ勉強してるかだと思うそういうことよ。ですよ。だからこの動画やってるんだよ、俺。だから結局、それは、死についての勉強をどれだけできてるかどうかで人間って変わるとは思うから、やっぱりそこは、死についてちゃんと向き合わないといけないなってのは思うし、だから、なんだろうな、みんなそこからそれちゃうんだよね。意外とね、重要じゃないと思ってんだけど、一番重要なところなんだけど、その重要なところをみんな、目から目線を外して、その重要じゃないところを頑張りすぎちゃってる人は多いかなとは思うよ。安定安心を求めすぎるということは変われなくなっていくんですな。そうね、本そう当は変わっね。ていってるのに自分が止めようとしてるんですわな。ね。で、そうなるとな、どん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 死を理解できなくなっていく。要は死から逃げてる状態になってるんですよ。本当は死に向かっていってるのに。やっぱりさ、その死を逃げるっていう死のさ、死と生のさ、ところをきちっとさ、学んでない人は多すぎだよねってのは思うよね。だから本当にね。摂理を無視してるんですよ、原理を。原理原則をね。だから、永遠の命を得ようとするからこうなっちゃうわけであっだからて。苦しむんですよ。そうね。ちょっとまっちゃん、なんか、あれやな、なんかお坊さんみたいになってきたな。もう坊さんでしょ。まあでもね、大いなる心の自立、これしか生きる道はないっていうさ、最後のフレーズがあるんですけど、その大いなる心の自立っていうのはちょっと、でかすぎて抽象で高いやいいんや、で、今言った話ですよ。大枠で言うと、そこに細々なところもあるだけなんです。だから、心の自立って心の解放ってことでしょ、これっていわゆる。だから、心の解放ってことは、なんでかっていうと、自分に正直になれとか、素直になれとか、あと、自分に対して好きなことをとことんやれとか、そういうところだと思うんですよね、僕から見ると。で、実際人間ってやっぱり好きなことやってる時って一番生き生きしてるから、無敵になってる状態だと思うんですよ。で、これで死んでもいいと思ってる状態だと思うんですよ。だから、結局なところ、やっぱり、僕がみんなに伝えたいのは、本当に自分の好きなことをさっさとやれって思っちゃうよね。やっぱり。自分の使命なりでも何でもいいんですけど、自分の使命なりでも何でもいいんですが、そういうのを見つけて、自分のやりたいことっていうのをとことんやった方が、自分は輝くんだと思うよ、と思いますけどね。そのテーマを。まっちゃん。やりたいことなんて、そんなこと言われても私分かりませんっていう人もおるやろな。でも分かんないんだったら、分かんないなりに別に探ればいいだけの話、探ってるっていうか、生きていく中で絶対好きなことって、例えば、40だろうが30だろうが20だろうが、その中で一番自分がハマったことをやればいいんじゃないの、まずと思っちゃう。別に金にならなくても。正直に素直になれって言ってるんだから、素直になって自分の心の声を聞けと。それが自立ですよ。なんでさ、みんな正直な声を聞けないのかな。聞かないからですよ、自分で。聞こうとしないからですよ、うちの声を。いや、それは、そういう仕組みじゃないの。社会の仕組みがそうなってんじゃないの。いや、知らんけど。いや、俺なんか、まっちゃんの話をしてて、まっちゃんとの話の中で僕は、自分なりの解釈、仮説を立てるのであればね、仮説、システムがそうなっちゃってると思うよ。日やって本。るよ。だからそれ、檻やから。檻だから、それは檻を壊すしかないじゃん。個いや、人個人が。前回やったやんか。出たいだけの話ですよ。だけど出られないんでしょ？もう出本た当瞬に。間に自分の心の声に従うしか方法がなくなりますよ、次。考えろ。だから、それは、牢屋を抜けるしかないから、いわゆるだよ。これは極端な話だけど、独立してるやつの方が強いのはそういうことでしょ？と思うよ。いや、やっぱり。よく言うじゃないですか。檻から私は出ますと。ね、出たいんですと。ええかな、愛ちゃん。でも、その檻から出るために、ね、別の檻を用意してから出るんですみたいな人ってよくおんのよ。一緒やんと。やだんからばりやんね、け。そのね、いやまあ、
まあ、僕も昔さ、現実もう、的ま、にさ、ガチな檻に入ってたみたいな感覚だったからさ、それはすごくわかるんだよね。だから、逆にそこに檻を出す方法の合鍵を探そうと情報兄弟買ってた時期があったから、その合鍵なんてじゃなく、自分でこじ開ければいいわけな話なのにかかわらず、それを合鍵を頑張っちゃって、パーツを集めてやろうとするから、おかしな話になるだけであって、結局自分でこう、斧持ってきて、斧作っても何でもいいんですけど、ガン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 開けて壊せばいいわけの話なんだけど、違う、それも間違ってる。おお、そうなの？あれ、鍵かかってないのよ。あ、かかってると思い込んでんのよ。これも思い込みなんよ。あ、確かに、開ければ一発で入いけたんだけど、その鍵があるように投影させてるというか、見せられてるというか、そういうふうに、なんだっけ、幻想的に、要は操られてるというか。斧を持ってきてぶっ壊さんでも押したら開くだけなんですよ。確かに、ふわーって開くだけなのにね。でも、押そうとしないのよ。いや、押そうとしないっていうか、そういうもんだっていうふうに、マインドコントロールされちゃってる部分あ 面るわ。白いな、今日もこれ。いやー、だ結局だけもなんか、この領域になったから、まっちゃんの面白みっていうか、要は、高次元の話ができるようになってきてるんだと思いますよ。だ結局のところ、そこって、多分であるんだけど、昔の僕はそれができなかったのは、その100%その領域に行ってなかったんだけど、だいぶそこは次元が上がってきたから、あ、そうだよねっていうのは分かるようになったっていうのはある。だからテーマ、今日のテーマ的な話で言うと、その要はね、要今は？ね、一番のテーマっていうかな、テーマじゃないけど、俺が一番言いたいことはな、素直になれと、もっと、まあでも言いたいわけよ。まあ素直になれって言って素直になるんだったらみんなハッピーだよ。で現も実問題。それしかないのよ。現実問題。じゃあ、まっちゃんから言うさ、素直な人と素直じゃない人。僕は素直だってたまによく言われるけど、いろんな人から。まっちゃんから客観化的に見て、ポイント3つに分けろっていう、まあ難しいこと言うけど、3つに絞るんだったら何だと思うんですか？素直という部分の人の特徴は3つですからね。考えていいですよ。3つ何でしょうかね。人間の記憶は3つまでって言いますからね。3つまでにしてくださいね、絶対ね。自分の心に対して素直。だから要は素直な人の特徴だからさ。自分の心の声を聞く。そんな感じ？祖もう一先回、の声を聞くえ、と。祖え、先のもう声を一回言っ聞くってて、ちょっと感今じ。抽象的が高くてさ、3つが分かんないんだけど、まず1個目何？祖先とか先祖とかの声を聞ける。だから何て言うかな。先祖の声？やっぱ内なる心の声を聞くってことですよな。やっぱな、聞いてますよ、そういう人は。内なる見心、つめてるってことですわな。自分をな。心をな。自分の心をな。先祖の声を聞く、内なる心を聞く、あと何もう一個まあ、は。同じことですよ。それが天の声ですから、結局は。天の声を聞く？いや、それが天の声ですよ。それが総合的に言うとそういうことになるんですよ。いや、ごめんなさい。また今ずれちゃってるんだけど、また今総合的に3つ言ってって言ったじゃないですか。3つ言ってほしいんだけど、これ先一祖つの、目。これが一つ目ですわ。だから天の声を聞くね。天の声っていうのは結局内なる自分の声のことですから、天の結声を局。聞く、内なる、自分の、声を聞けというのが、要は1個目ね。2個目こは。れがいわゆる天の声の話ですよ。じゃあ、2個目は何？あえてね。単純にパッと思いついたらな。いいよ。単純でいいっすよ。だから、思いつきでいいっすよ。それを言語化するから、俺は。なんちゅうかな。楽しいこと見つけるのが早い。っていうか、全部楽しいと思ってる。見つけたこと。全部、楽しいと思っていること。了っ解ていうしか、ま思した。える心があるんでしょうな、多分、そういう人は。思える心で、できて、これってさ、思える心、出来事ってことだよね。出来多事も趣味も、みたいなのも見分。つけるの出来も。事も趣味もですね。いいこと言ってるもんか。何見ても面白いと思う。3つ目。あとはもうわがまま。わがまま。自分の気に入ることしかやらん。自分の気に入ることしか。気に入らんことは全くせん。だから時間がええよな。振り回されへんよな。
それはなるほど。どういうことなんだろうね。自分のわがまま、自分の気に入ることしかし興な味い。のあることしかしない？そんな感じちゃうか？これが素直になる条件ね。なるほどうん。な。結構わがままな人多いやろ。どうや、あいちゃん。まあ、僕の周りで言う、超、賞がつく、なんだろうな。トップクラスのエリートの人たちはみんな自分の信念が持っていて、自分わがまのわま。がままさはドンピシャにある。で、自分がこれだと思ってやりたいことは、周りの人を押し抜いてもやる。やるやそれろ。は全員共通してる。でなんとも、かそうそでも嫌なのは見向きませんやろ。う。言わない。って関わんない。関わで、らへんやあろ。と、楽しいことを全力でもうね、情熱込めてやってるから、それはみんなに反響で応援される。うん。で、しかも、ちゃんと神様を全員、やっぱり祖先もそうだし、宇宙、まあ、神様っていうと否定があるから、ちょっと言葉神をと変えいるうね、と、先祖ですわ。先祖うん。だったりとか、あと宇宙力学を理解してる。宇うん。宙の法則っていうのをちゃんと見てる。要は、オーラを言ったやつやなか、ほんだら。そう。で、宇宙の法則と、もう一個あるのは、もし宇宙の法則を見てなくても、全体を見通せるよね。それは天の声だと思っていて、世の中の全体を聞いてる。要は、大衆の声を天の声に変えて聞いてる。っていうのが、僕は、今思い当たるすげえなーってトップがいるなーっていう、まっちゃんも含めて4人ぐらいいるんですけど、その4人の全員の共通ところだわ。今の。だから、愛ちゃん成長したな、まだ。なんか。まあ、ほら、俺もおかげさまで、ほら、まっちゃんと2年間やってるじゃないですか。いろんな人と出会えたわけですよ、この2年間にね。だから、やっぱり次元は上がってきますよ、やっ ぱめり。ちゃめちゃ成長したな。ありがとうございます。やったと あれです。僕、まだまだ謙虚にいたいんで、俺、まだまだって言っておきますけど、謙虚にいたいんで、今常のに。ね、今のところへんを分かってればな、振り回されないんですよ。それはわかる。だうん。から、振り回されないっていうか、もう自分のやりたいことはもう明確化になったから、あとは、自分の明確さにどれだけ塩コショウを入れていくかになっていくと僕は思っていそう、て、どれだけ自分がそこからオリジナリティに他との差別化になっていくかっていうのは今の俺段階。だから、なんだろう、成長過程っていうと本当に今はもう解放状態になった。やっと。まあ多分ほんまにそういうちょっと何て言うかな、素直な感性持ってる人の、なんか軽いよねこの人みたいな特徴って今のぐらいやと思うぞ、ほんま。そうだ多ね。分だみんな似たから、ようなとこ持ってると思うぞ。そうだね。だから、そういう特徴だよね。そうだよね。要は分かりやすく言うたら、世の中に振り回されてないってことですよ、単純に言うそう、と。そう、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 そう。だから、世の中に振り回されてないのが重要だよね。本当にね。全く振り回されなくなるんですよ。だから、世の中の物事の根本的な出来方は、そっと思っちゃうもん。本そ当うに。や。そうと。いいよいいよ、順にどうぞと。あとはこっちでやっとくから、みたいな。あとはこっちで用意しとくから、よろしく、みたいな。な感じだから、まあ、あとはやっといて、みたいな。そのめんどくさいことは誰かやっといて、っていう感じになるのがみんな経営者の特徴なんだろうね。だから、もっと言うとな、俗っぽい分かり話で言うたろか、今のことまとめたろか。そういう人たちってね、特徴言うたろか、シンプルにする力を持ってるんです、物事を。シンプル化する。複雑にしないんですよ。なんでか言うたろか、複雑にすると時間かかるんですよ。で、もう一個言うたろか、もう一個言うたろか、そういう人らバカじゃないんで、時間が一番大事なものやって分かってるんですよ。自分の中で、人生の中でね。時間が一番大事だっていうのを重々理解してるんで、シンプルに従うんですよ。何事も。ってなるとこうなるんですよ。シンプル・ユア・ベストだね。なんかこっち栄光士やな、俺。聞き手もだいぶ成長しましたんで、だいぶ抹茶を引き上げることは、今日、毎回言うけど、有料級やな、これ、ほんま。まあ、有料級を言わせちゃってで俺もいるんですけど。じゃ、有料級超えてるやろ、これ、そこら辺の変なやつより。だから、変な情報教材買うんだったら、これ聞いてた方がマシだよ。ただで、でな。僕、だけどね、ちょっと待ってくださいちょっね。と分かりにくいけど。だから、そういうことじゃなくて、要は、やっぱりね、情報教材とか、ああいうオンラインビジネスとかもそうなんだけど、そういうのをね、買う人って、
結局のところ、その辺の知識が前提としてないから騙されるわけであって、そう、だから、そういう人がここにたどり着くことっていうのは、どんなに計算してもないんですけど、ないたな。だ、ないんだけど、ただね、ないんだけど、それでも、一定数はあの、自然にやってくるから、こうやって、鳥みたいにこう、迷って空間に入ってくるから、そういう人が見なんかこて、れみたいとかな、そ情報教材でな、変な詐欺う。みたいなな、講師に引っかかってな。俺みたいにいるから、こうね、つらい思いした結果、こうなったってやつなんているから、ね、たまこれをに、な、まっちゃんが見るやろ？2年ぐらいな、1年まで過去動画全部見るやろ？そんな簡単なんかみたいな。いや、簡単なんだよ、本当は。簡単なことをみんな難しく考えちゃうし、だから結局人間ってマイナス起こった時はもう本当に世の中の仕組みが、だから俺、一番この、まっちゃんの番組をね、やった中で、俺、最大限、変わったなって思うことが一個あるのは、お金に関する定義が変わったもんね。要は、もう紙切れだっていうふうに思った瞬間にだいぶ楽になったからね。あれもだから檻から出たってことですから、それ。うん、そうでしょ？そう。俺ね、そのね、やっぱりね、マネーがただの紙切れの、お札がただの紙切れだと思った瞬間に、お金という概念が変わったから、そうなってくると、よりよく人間の目の前の人との付き合いのことを大事にするようになったわけですよ、自然と。だから俺、お金支配されたからさ、今までさ。だから、特に20代の時はそうだったから。だからな、うん。真理を知るっていう大事なんですよ。だから、そう知らんかったら一生で不幸やねん、そも、れ。お金が、だから僕が思ってる硬いさ、こびりついてるような鉄の塊をさ、まっちゃんがさ、完全否定でさ、僕に対してさ、ちゃうわと。これはこうだと、これはこういうことだというふうに言ってきたんじゃないですか、まっちゃんさ。誰が見ても神やろ。そうなんだけど、それを紙をね、要は僕みたいな、人間っていうのは、その、紙をたくさん集めることに美学を感じてたわけですよ。だ当か時らのな、僕はね。それに頼りすぎなんですよ、やっぱ今。もうな、古い人まだおんねんけど、頼りすぎてんのよ、結局は。本当はな、頼りすぎるでしょ？な、言ったでしょ？頼りすぎるでしょ？俺がさっき言ったシンプルにしていかなあかんってことは分からんのですよ、そうなると。だから勝手に集まってくるのにね、お金なんてね、と思っちゃうのにね、なんかさ、思うんだけどさ、今の俺は思うんだけど、勝手に向こうからやってくるもんじゃん。なんだけどさ、なんでそれをさ、要は自分でさ、わざわざさ、海に出てさ、受け取りに行かないといけないんで、そっちの方が無駄だと思ったもん。結局自分のやってること、好きなことやってれば、集まってくるんだもん、勝手に。気そづれをくのた遅だ、いぞ。え？気づくの遅いぞ。で、勝手に集まってくるし、自分がやってればやってるだけ、こうやって、自分がやりたいことやってれば勝手に向こうから、じゃあ逆に言えば、お金渡すんで教えてくれてって来るんだもん、勝手に。そういう状態だよ。だからこっちは、椅子に座って、要は言ってればいいだけの話なんだけど、みんな、逆をやっちゃうからダメなんだよねっていうのは、最近よく聞いてきました。今日のテーマはだから何やったっけ、これ。今日のテーマは自分の言い、だから言い訳が自分の可能性を潰してる大いなる心の自由、これしか生きる道はない。でも、これしか生きる道はないっていうのは、要は、逆、これね、逆も僕思っていて、これしか生きる道はないっていうことを固定的に考えてる人は多いよね。本当はもっと自由だからね。これって、まっちゃん自身はもしかするとこれしか生きる道はないって固定的な考えになっちゃってる部分もあるのかもしれないんだけど、でも、なんだろうな、その、なんだろうな、結局、最終的には心の自立しかないんだけど、そうだね、その、いろんなものはあるんだろうなぁ、とは思うんですよね。まあ、だから、結局な、うん。その もそもが、うそもそもが自立したもん、もん、もん、自立してるものなんですよ、人間っていうのは。そもそもが。ん。うん。トマトマドンがね。自立してないのが変なんですよ、大体が。だから、これ結論からまとめきれ、だってまっちゃんのことがまとめきれられない部分もあるから、僕の方で一回まとめると、結局のところ人間って変わんない、どんなにやっても生まれつきから、要は全部歴史から辿って、結局人間っていうのは、やるべき道って一個しかないと思っているんですよ。
ただ、1個しかないんだけど、みんな遠回りしすぎちゃってるから大変なことになってるから、そこは早めに知っとけよねって話だよね。だからそこの遠回りにならないための1個の武器として大事なのは、やっぱり、素直という部分のところがあるから、その素直っていうのはさっきまっちゃんが言ってた3つっていうところの天の声を聞け、全部正しいことを思ってることをやれ、あとわがままでいろっていうことが、まっちゃん流のその素直になるというか、自分の本来の姿を取り戻す定義だよねっていうような解釈にしてるんですけど、それでいいですよね。でもな、冷静に考えてみ。う今、例えば車あったり、電車あったり、ん。建物あったり、なんかうん。いろんなもんあるやん。うん。で、自然以外のもんが全部なくなるとせ、そんなことないんやで。ないんやで。ないんやけど、原始の形、いわゆる山とか水とか川とか、要はもう自然のものしか世の中にないものをスパッと想像してみ。簡単に。これになるぞ。大体が。何がなるの？いやいや、だから、さっき言ったような素直とか。ああ、いや、まっちゃんさ、俺ね、思うんだけどさ、こなれ、るぞ。素直になる本とか絶対失敗したらもう売れるぜ、絶対。要は、情報教材に騙されないための不素直になる方法っていうのを、奥様経由で、書店で販売したら面白くないですか？ いや、でも、ありだと思うぜ。ありだと思うぜ、それまあ、愛ちは。ゃんが考えといてくれたんや。え、だってその3つは結構、僕の中では、あ、これ絶対ありだなーって思ったんだよね。本当にね。だからまあ目的というか、この一応宇宙的なもんとして、宇宙としてな、人間みたいなもんに与えられたゲームですね。これいつも言ってるゲームですからな、これ。ね、ゲームはね。目的あるんですよ。要は上がりみたいなやつな。上がり。人生ゲームで言うと上がりみたいなやつな。はい、これで終わりみたいなやつあるんですよ。ありますでな、ね。展開に近づくってことですからな。これが最終のとこやからな。ほんでもう二度と地球に戻ってきませんみたいな話になってるんですよ。そうね、展開だよね、展開だ。宇宙学、だから結局だだから、かなんだら、ろう、だからな、そうなんだ、なんか展開結にいかに近づくかっていうのが、じゃあそのゲームの目標っていうか目的としようか？はいはいはい。素直になるしか方法ないやろ、それもでもね、う。どう自やっ分たがっいてたこらと。自分のやりたいことをやればいいじゃんって結論だよ、本当に。自分のもう目的を探すしかないんだから。もうさ、もう答えが出てるんだけど、みんななんでその答えに迷ってんだよねっていうのは、まあ、正直言葉悪いと選ばれた人しかいけない領域だよ、やっぱり。だから結俺局ね、言い方悪い言い方すると、はっきり言うと、ちょっと今日は、ちょっとお、まっちゃん、それはちょっと違うんじゃないのって言う人おると思うけど、はっきり言うと、はっきり言うと、これはね、やっぱりね、そういう流れというか、使命ってなってるんですよ。あるんですよ、ゲームですから。まあね、あるんですよ、それは。ただそうな、ね。その流れを変えるというか、どうするかは自分次第みたいな。それが諸行無常なんですよ。まあ確かにね。固そう定はさね。れてないんでね。だから、過去と未来みたいな話でいくとな、一方通行っていうか、一つの道っていうふうにみんな思ってんねんけど、違うんですよ。10個、20個、ブワーって分かれてるからな。判断してる、それをうちの阿弥陀くじを判断してるのは自分っていうことになってるんですよ。だまあね。から、A の道へ行った自分、A の道へ行った自分、B の道へ行った自分、C の道へ行った自分って枝分かれしてるんですよ。それ同時にあるからな。パラまあレルね、ワールドみたいな。そうだね。で、B の道に行ったとしたら、B の道の映画を見てる自分がいますみたいな。まあね。そういうふうになってるんですよ、ほんまに。パラレルワールドやか理屈はその通りだと思いますし、僕はそれは否定しないな。ら。だから、どの阿弥陀くじを引くかは自分次第みたい結局、だから、要は、まっちゃんがね、今日最初冒頭に言ってた、一日一日成長してないってのもそうだし、毎日毎日が選択肢なんですよ。だから、そ毎うで日す。毎日が A と B のどっち行くか行くっていう選択肢だから、みんなその選択肢で、要は、ご飯を食べに行くとか、家で食べるっていう行動原理がそれは選択してることじゃないですか。だそうそう。から、常に何百個何十個選択してる中の集合体が、いわゆる人生の中の、要は、枝分かれになってるだけであって、要はそこがある意味、要は重要だよねっていうのが今日の結論でしょうね。そうなんですよ。よし、まとまった。だから、早よ。
焼肉食べてる自分とラーメン食べてる自分と分かれてるわけよ。そうそうそう、だから結局そこにお金を投資するか投資しないかでも変わるし、割られるもんね。毎日の学びだってそうだし、その毎日毎日の過ごし方が積み重なったのが今の自分だから、そう考えるのであれば、ちゃんときちんとそこは、やろうねっていうのは思いますね。ああ、はだい。からそういうことやから、いかようにでもなるってことなんですよ。そう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 。だからそれがある意味、頂点に立っている人たちの考え方ですよ。だからみんなそうです。だからみんなもその考え方になればだいぶ楽になるんだけどっていうのは、本当に言い方悪いんだけど、選ばれた人しかなんないから、選ばれた人になるためには、やっぱりそこの一個一個を、なんだろうな、価値観を考えれば、あなたも誰でもその領域に行きますよっていうのが今日の結論ですね。はそうい。です。とはにかい。くもう一回最後いきましょう。素直になれ素と。直になると。はい。ねじ曲がるなと。そう。素直になれ素直と。に自分がやりたいことをやれ、素直に生きろ、そしたらもっと上の次元に上がれるってことで。はい、今日は終わりです。はい、今日も物好きの皆さん、ありがとうございもまとした。もときの皆さん、ありがとうございました。またぜひチャンネル登録お願いいたします。いいはい、ねさおよ願いします。なさよなら。お疲れ様でした。はら。はい、い。さよなら。はーい。